操作確認してない自分が悪いのにゲームのせいにするとか人間としてどうかと思うぞ。などと言ってますよ、ヒトラー総統。おい、やるか？おめえバラバラにしちゃるけんよ、顔面。おめえ勾配きちいぞ、おめえ。俺やるか？ちょっと。おめえバラバラにしちゃるだよね、顔面。いい。おめえ勾配きちいぞ、おめえ。はい、どうも。最近、冒頭に茶番を挟むのにハマっているキジムナです。今回はですね、マリオカートって運ゲー、アイテムゲーじゃないですか。だから30秒最初停止したとしても、1位取れるんじゃないかっていうのを検証していきたいと思います。はい。ちゃんとこれ時間をスマホのストップウォッチでカウントしてるんで、でもこれちょっとずつ進まないと回線落ちしちゃうんですよ、確か。だからこれは許して。で、このマリオカートで30秒最初停止するっていう企画って、もしかしたらやってる人いるかもしれない。もはや。すでに。知らんけど。調べてないから知らんけど。やってる人おるかもしれんのよ。いや、おるやろ、多分。だけど俺は、別にそこはもういいと思う。正直。もう YouTube ってもう飽和状態じゃないですか。もういっぱいもうネタやってる人いるんですよ。で、特にマリオカートなんて何年もしゃぶり尽くされたゲームなんですよ。それはもういいんよ。ただ、面白さっていうのはもう、いろんなその企画や、同じ企画やってる人でもいろんな面白さがあるじゃないですか、人によっては。だから面白かったらいいと思うんですよ。画家でさ、レオナルド・ダ・ヴィンチっていう有名な画家がおると思うんだけど、その人が例えば、うんこの絵を描いたとするじゃないですか。うんこの絵描いたとしても、その絵には何十万何百万っていう価値がつくんよ。その描いた人に価値があるから。だから描いた人に価値を、ね、生み出せばいい。ってことは、ネタも、YouTube のネタもね、あれなんですよ。結局は、人なんですよ。実況者が大事であって、ネタは別に大事じゃないんですよ。結局面白ければいいのよ。結局 YouTube ってさ、もうそこでさ、なんか意味わからんバックスナイプ食らっとる暇が、もうガンガンこれアイテム回していこう。YouTube って結局、視聴者を笑わせてお金を稼ぐゲームなんで、そうなのよ。面白かったらいいのよ、もう。ネタなんて何でもいいのよ、もう。これ、もう、ね、ショートカット、あ、これ、こういう企画ってさ、まあ、要はその、ショートカットガンガン使って、アイテムガンガン回しながら、まくっていくじゃないですか。これ、だからその、ショートカットがあんまりないコースだったら、めちゃくちゃきついのよ、これ。ショートカットなかったら、もう、まくりようがないから。短縮しようがない。でも、7位か。結構いいとこまで来たな、これ。ダブルアイテムを取って、キラーを引く。もう、つく使う。1位と2位が離れてんだよね。でも結構いけるんじゃねこれ。3位、4位ぐらいまでいけるんじゃねワンチャン。これしかも、8でしょこれ。最後ショートカットして、6位から、もう壁に当たったじゃん今壁に当たったまあ6位か悪くないな。30秒停止しても6位。まあ、決して悪くない結果なんじゃないでしょうか。はい、もう今日1位取ります。さあ、比較的俺が得意としているコース、マリオサーキットが来ました。これ、打開コースだよな。これ、打開コースやったら俺、マジでこれ、勝てると思うのよ。この30秒停止、30秒停止企画、マジで。まあ、回線落ちだけでは不安なんだよね、これ。さあ、始まった。さあ、カウントしていこうか。オッケー。あとさ、最近、朝倉未来のブレイキングダウンにめちゃくちゃハマっとって、冒頭でもネタにしたんやけど、あれ、めちゃくちゃおもろくね、あれ。俺めちゃくちゃ好きなよな、あれ。うん。それだけなんやけど、そのめちゃくちゃ好きっていう情報だけなんやけど。よしよし、自分はだいぶ差開いてきたな。22秒、23秒。で、この部屋人少なくね？気のせいかな？これ大丈夫か人少なかったら打開しにくかったような記憶があるんだけど。さあ、メダル集めた。そう、この企画のみならず、打開においても、いかにこのサンダー解放しながら前に上がっていくかっていうのが非常に大事になってくるんですけど、これサンダーっていうのがないと30秒はさすがに無理だよ、これ。これ無理だよ、これ30秒、さすがに。これ実はこれ2レース目じゃないんよ、これ。実は何回もやっとるんじゃけど、何回も最下位取った。で、唯一、このコースはマジで希望があるから、もう、キラーマジで、ここでサンダー振れ、サンダー。あー、サンダー引いたよ、俺が引いたよ、いいの、これ。いい、じゃあ使うよ、これ。ガンもう、容赦なく。10万ボルト。はい。10万ボルトガンガン打つよ。みたらし団子とかも吹き飛ばしていくよ、これ。オッケー。そう、だから俺最近マジでブレイキングダウンとジャンボリネキ。ジャンボリお姉さん、ジャンボリネキにめちゃくちゃハマってる。もうその二つがめちゃくちゃハマってて。オッケー、そこでお化けに、バケモンにかっさらわれた。キノコか、6位か、しかもなんかめっちゃ中途半端な位置で止まってしもうたな。これどうせ俺なんやろ。あー
神ゲーだわこれ。さあ6位、いやでもこれ意外といい位置入れるんじゃないこれ。キノコ頑張れ。4位でもう段階踏め段階踏め。いきなり1位とか誰も期待してないから段階踏んでだんだんと1位取っていこう。あ次みんなアイテム見て、赤いに星、赤星やんこれ。入ってねえんだよこの野郎。はい、あーいい、いやここめっちゃ俺1位取れる気がするわ。ちょっと最後まで見よ、見てなこれ。みんなマジでここ1位取れるから、今見るのをやめたらマジで後悔する。よし30分経って行こうか。あなんか最近さめちゃくちゃ暑くね、なんかめっちゃ暑くね外っていうか、俺今実況しながらめちゃくちゃ暑いんやけど、なんか今年めっちゃ暑い気がするんだよな。あの最近さ車とかでもめちゃくちゃ外にずっと放置しとるから、ボンネットとかめちゃくちゃ高温になってて暑いのよ。でさあれもう火傷するんよ触ったら。そんぐらい暑くて肉焼けるよあれ、肉焼けるよあれ。やっとる人おりそうマジで。調べたら、調べたらボンネットで肉焼いてみたみたいなやつおりそう。マンホールとかでも絶対に肉焼けると思うのよ。誰か高級ななんかさ黒毛和牛みたいなやつ焼いてみようやちょっと。絶対伸びるよこれ。ちょこれあの俺このネタちょっと売るわ、お前らに売るわ。 YouTuber としてあの活躍したいやつに向けてちょっと俺ネタ売るわ。このマンホールで肉焼け、誰か100万円で売るわ1個。いやなんだかんだ2周目の地点でさ結構抜かせてんのよこれ。意外とさもう現あの復帰したよな、前線復帰したよな。しかもなんか赤ゴーラとスターとかいうそこそこいい組み合わせ、これガンガン投げてここでショートカット噛み合わせる。さあ完璧すぎる。これ1位あるよ、これ1位ある、マジで予言通り、予言通り。来た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 。しかもなんか今日被弾少ないわ、被弾少ない。めちゃくちゃあの心よく、心地よくか、心地よくレースができてるけど、このバケモンに俺のアイテム、大事な大事なキノコを取られた、あの、みたらし団子に勝つ。なんか名前変わったか、こいつ。みたらし団子っていうやつがおって、みたらし団子に勝つっていう名前のやつがおってさ、どういうノリ、もう気持ち悪い。そのノリがほんまに気持ち悪い。俺も名前変えようかな。みたらし団子に勝つに勝つみたいな。しょうもね。あ、3周目か、これ。急げ急げ、マジで。クロットくんも自然、お前さ、そうやって人のお前な影響でしかお前キャラ使えねえ。4位、4位でいいもん。分かった分かった、もう3位で、3位いく。よし、もうあの次、最後1位取る、絶対1位取る。次あの1位取れんかったらあの引退します。てかこの部屋レート低く。ごめんこれもう限界やわ、もう3位4位ぐらいが限界ないよこれ多分。もうしかもこの低レート帯で3位4位が限界ってことは、多分もうちょっとレート高い部屋になったら多分もっときちいでこれ。もう30秒とか俺もう長すぎるわ多分これ。アホやんこれ、誰が考えたんだこんな企画、バカ野郎が。やばいこの辺でなんかさスカッと1位取るか、もうクソみたいな走り被弾祭りでなんか意味わからんなんか切れ方して終わるかみたいな、なんかそういうオチがないとこれ多分閉まらんわこれ。やばい閉まらん、どうしよう。ちょっとあの期待しとこ。よし、サンダー引いた、サンダー打った、10万ボルト決めていく。これ10万ボルト決めて、しずえが落ちた、しずえが1人落ちた。これ抜かせるんじゃない、1人。あ抜かせないけど、だいぶケツが近づいてきたなこれ。っていうかさ、この間のジャンボリミッキーの替え歌のあのコメント欄で、お前声が小梅太夫に似とるなって言われて、あのちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんっていう、あの10年前ぐらいに流行ったあの今最近見なくなった芸能人の声にめちゃくちゃ似とるって言われて、正味あのこの声さ、あの人の声誰でもできるよ男の人。いやマジでやってみ、いやマジでめっちゃできるよマジで。てかみたらし団子おるやん、ダブルアイテム取った。これまた3打引いた、1レースで2回3打引いた。これ俺がどんだけ今ザコっていう扱いを運営からされてるのか、お前殺してやるわ。っていうかジャンボリネタ何回こするん、俺何回でも使いますよ。俺多分2年後でもこのジャンボリミッキーのネタ使い回しとる自信があるわ。多分あの類のさネタめちゃくちゃ思いつくのよ俺。あの替え歌定期的にやってやろうが。もう絶対視聴者離れるからあれやっとったら。いや逆にそういう一面が評価されるかもしれないね。10位でキラーか。いや1位が離れてるけど、いやめっちゃ詰まっとるな、やっぱあのサンダーのおかげで。俺のお前ら感謝せよ、俺に、俺のピカチュウに感謝せよ。ピカチュウ10万ボルトていうかめちゃくちゃ関係ない話していい、今思い出したんだけど、あの J1 の清水エスパルスっていうサッカーチームに、あのピカチュウっていう名前の外国人が
あの移籍してきたみたいで、あれめちゃくちゃ面白いよな。実況の人困るくね、名前呼ぶとき。ピカチュウ、ピカチュウ決めろ、ピカチュウシュート打った、ピカチュウがゴール決めた、ピカチュウの10万ボルト。これ3位が限界っす。ごめんなさい。もう、落ちとか俺の動画に求めること自体が間違ったんじゃ。おい、やるんか、お前。なあ、バラバラにしちゃるけな、お前が、お前。勾配きちいだ、お前。俺やるか、ちょっとお前バラバラにしちゃるだ、お前が、お前。勾配きちいだ、お前。